はい、半魔家の本家の半魔洋先生です。アメリカのトランプ大統領とテレパシーでね、ものすごく密接にお話しさせてもらってるんですけども、忙しいし、彼はね、トランプ大統領が直接話す時間もないし、私も忙しいし、向こうも忙しいし、大変なんでね、仕事の方がね。で、直接話す機会がスケジュール的にもできないし、私も忙しいしできないんですよね。だけども私の助けになってくれてね、トランプ大統領はね、直接話してるのと同じようにね、テパシで話してるんですよ。で、私の身分ね、本物の貴族の身分とか、私の今までやってきた仕事業界でね、ものすごい多いんですよ。アメリカ国でもね、私が仕事してることが多いんですよ。それをね、日本は私が日本にしかいなくて、わかんない人が多いわけですね。国歌で歌ってる君が代は岩尾となりての岩尾ですけどね。じいさんも父も、それに対しては知ってると思うんですけども、半魔家の本家の本物の貴族と。いうことなんですけども、日本よりか古いとは言ってますね。だから日本のと言っちゃダメだよというふうに私が言ってるんですけども、あとあまりトランプ大統領と助けしてくれるんだけど、私の勢力の反発者がいますから、人間たちにね、トランプ大統領の身が危なくなっちゃうとあまり話せないし、このこともね、つながりがあるとかね。クリントンさんだって少し前話してる大統領だけどね、ロシア、ソ連の大統領なんかもよく話してましたよ、私は。直接ね、テレパシーだけどね。で、話すのと直接話してるのと同じだけど、やっぱ同じね、危険が出ますから、私の本家のね、身分にはすごく大勢の敵が多いですからね。味方というか手助けしてもらったりすると、大統領でも危なくなるわけですね。で、そういうことでものすごく親しく話してます、トランプ大統領とね、私とね。ということをね、日本国に伝えますし、世界中にもお伝えしますけどね。日本の知事とかね、芸能人をがよく話ができるんで、確かに話せるんで、私が勧めたり紹介してるんですね。東京知事なんかも10分ぐらい直接電話で話したり、これはテレパシーじゃないですけどね。あといろんな議員でも私の推薦が多いんですよ。テレパシーだけですけどね、私のもね。で、茨城の知事でもね、東大卒でちょっとなな長く延長しましたけども、次の交代までいい人が見つからなかったんで、延長も私が許可したんですね。だからそういうことでね、日本、外国ね、非常につながりがあるわけですよ。で、日本の歴史なんかも私が作ってるんです。清少納言とかいうのを、太った人の美人を金持ちにしたというのは私の命令で、そう、命令というか、指示で作られた歴史なんですね。そんなことで、たくさん私のは本物貴族なんで歴史を持ってますね。で、そんなことはね、アメリカには関係ない日本のことなんで、ね。日本では私よくそういうことを作ってますよとかね、思い出すとたくさんありますよね。で、世界中の大統領とは言わないけど、とびとびでは世界中の大統領と知り合いですね。で、いましたね。サウジアラビアじゃないけども、エジプトじゃないけど、砂漠のね、
油の王国とかいうその大統領なんかも私とつながりがあったり、亡くなっちゃいましたけども、ありましたね。テレパシーで話してましたし、私に命を持ってましたね。一つ置いてくれてましたね。あとそういった油王国で、何もない砂漠だけのところなんで、世界的に昔大変だったんで、私が口をかけてね、そういう厳しいところで油でお金をね、都合できるようなことをね、方法がいいということでね、入ってきたもんだから、まあそれをね、援助したんですね、私は。ことがありますね、大昔にね。だから海外でいろんなことをやってますしね。テレパシーでニューヨークの、知事もやったとかね、1年間役所にはそういうことも教えてますけどね、手助かりですね、1年間ね。私のじいさん閣僚やってましたから、若い時に村長の訓練は実際にやって、1年村長やってましたけど、それでじいさんが命令してね、私の考えでもうその前は閣僚やってたらしいですけど、よく知りませんけれども、私の本家のじいさんね、2回目の母のじいさんも防衛庁の技術研究所の所長って閣僚やってましたけどね、まあ、総理大臣みたいなことやってましたね。地位は同じですね。戦争中ですから、戦中。そういうことですね。ちょっと記録大事なんで、あまり長くね、トランプ大統領も時間がないんで、トランプ大統領と私とのつながりはね、すごく親友みたいな関係です。そんなことでね、嬉しいです。ビル・ゲイツも仕事関係で呼ばれたことありますよ、億万長者ね。いろいろありますよ。そんなことでね、よく知ってくださいね。イギリス・エリザベス女王は最近、無理がたたって、